皆さんこんばんは、江戸晴美です。さあ、今日はですね、私、ダイエットの話をしたいと思います。はい。動画を始めてですね、いくつかコメント、皆さんのコメント全部読ませていただいてるんですけども、その中でですね、江戸晴美太ったとかですね、誰々みたいとか、結構グサっていうコメントもあったんですね。で、その度にですね、私お水飲んだんですとか、それはスルーしてた部分もあるんですけども、いよいよですね、明日から4月1日ということで、もうこれは腹を決めてですね、よし、もう一回頑張ろうというふうに思いましたので、今日はですね、私のこの話を参考にしていただいて、ぜひですね、もうちょっとダイエット始めようかなという方と一緒にですね、ぜひできたらなと思って、ちょっと参考にしていただく動画にしていただけたら嬉しいなと思ってお話しすることにいたしました。さあ、まずですね、まず私2016年の11月あたりからですね、ライザップさんやらせていただいてですね、実は4ヶ月で18キロ落としました。これだいぶ頑張ったんですけども、正直ですね、ライザップさんからはだいたい10キロぐらいでいいですよっていうふうに言われてたんですけども、私のこう根性に火がつきましてですね、いやもうちょっと頑張りますということで、18キロという体重になったんですね。それで見事にですね、それ、完走とかやりきることができたんですけども、もう一度ちょっと復習としましてですね、このライザップさんのやり方をちょっと軽くご紹介したいと思います。皆さんご存知の通り、まず一つ目はですね、炭水化物そして糖質の一切抜くということですよね。私ですからですね、一切ですね、白米それから糖類、調味料に関しましてもですね、みりんとか、ドレッシングももう一切ですね、糖分が入ったものはもう取りませんでした。もちろんその玄米とかも取りませんでした。じゃあ何を取ったかっていうと、タンパク質ですね、ささみ、それからお豆腐、納豆、それから野菜類ですね、それからプロテインと、こういった食事をですね、本当にハードに続けました。頑張りました。ハードといってもですね、精神的な、こう頑張ったっていう意味なんですけどもね。それからですね、筋トレですね。これはですね、ライザップさんに通いながら、実際の筋肉トレーニングをだいたい50分週2回、それから私の場合はですね、あと走ったりっていう、一般的な運動も合わせてさせていただきました。で、そういった筋トレはですね、トレーナーさんと並走という形で、記録をですね、送ってですね、いい感じですよとか、いろいろアドバイスを受けたりですね、一緒に頑張ってくださってるっていうのがすごい支えになりました。ですからそれをですね、4ヶ月続けまして、目標もきっちりありましたので、それを見事にこうやりきることができたんですけども、じゃあその後ですね、なんでお前はそれを継続できなかったんだと思われると思うんですが、2つ目はですね、この太った理由ですね。ライザップさんの結果に私コミットしたんですけども、その後どうして戻っていったのかっていうお話をしたいと思います。これはですね、大きく分けて、理由がですね、3つあります。まず1つはですね、私自身が夜型だっていうことですね。これはですね、もう本当に20代の頃からずっと夜型人間で、しかも睡眠がですね、あんま短いんですね。で、夜型ということは大体何時に寝るかっていうと、私知識としては24時前、つまり12時前には寝ましょうってことは分かっているんですけども、でもなんか早く寝るとですね、なんかこうもったいないような気がずっとしちゃって出るんですよね。で、それで、結論から言うと、だいたいですね、2時とか3時、これぐらいの間に寝るんですね。もう20代、30代、40代、50代。もうちょっとこの年齢からすると、いよいよもう遅すぎるんですね。美容にも悪いですし、体にも悪いことが分かってるんですけども、なんかこう、早く寝てしまうと、なんかもったいないような気がして、夜遅くまで起きてしまう。そうするとですね、やっぱりお腹が空いてきますので、なんかちょっとつまんだりですね、ちょっと間食をしてしまうっていう、これがですね、一番悪い。これですね、夜型人間である。そして2つ目はですね、運動不足ですね。実際私ですね、24時間マラソンも走らせていただいたり、小学校中学校の時は陸上をやってたので、運動は好きなんですけども、だんだんこの年齢に伴ってですね、昔のようにこう運動ができなくなってる、そしてですね、疲れやすくなってる、これ現実としてあるんですよね。私2008年に113キロ24時間マラソンで走らせていただいたんですが、その前からですね、7年ぐらいずっと一人で夜10キロ走ってたんですね。で、その時はですね、もちろん体力もありましたし、全然今と何でしょう、12年若かったわけですから、もう全然回復も早かったんですが、そこからですね、やっぱり12年経つとですね、あれ、あの頃もっと走れたのにとか、あるいは走った後にですね、例えば朝走ります、8キロぐらい、
そうするとですね、帰ってくるともう疲れて眠くて眠くてしょうがないっていうふうにもうなってしまったんですね。そうするとですね、走るというよりも歩く、まあ、早歩きぐらいにしてもですね、もう疲れが出てしまって、まあ、仕事にも支障が出てしまうってことになると、じゃあ朝はダメだと、じゃあ夜走ろうとなるわけです。そうすると夜走るとですね、まあすぐ寝れていいんですけども、今度まだこう精神的に興奮してますから、運動の後ですから、そうすると今度目が冴えてしまって、今度また夜遅く寝てしまうという、こう悪循環になってしまったということで、まあそうするとなかなか走るのも遠のいてしまうということで、まあ運動不足というのが2つ目の理由です。それからですね、3つ目がですね、そもそも食べるのが好きっていうことがあるんですよね。もちろんそのライズアップさんをやらせていただいた時にはですね、まあそういった形でさっきこうね、自分なりにこう我慢をしてですね、やりきったんですけども、そもそも油っぽいものや甘いものが好きなんですよね。そうするとですね、こうゴールがあると、そこまではまあ頑張るぞって言ってもう頑張って結果出したんですけども、このゴールを切ったらですね、やっぱりそもそもの習慣として、もう20年30年そういう油っぽいものとか油が好きっていう習慣がですね、なかなかこう変えられないというか、逆にテープを切った途端にですね、体がおお、これでゴールになったぞ、じゃあこれで食べれるんだな、早く体戻してくださいよみたいな形で、まあ、ちょっとずつちょっとずつ食べてる間に、ちょっとずつちょっとずつやっぱ体重が戻っていった、昔の体の習慣に戻っていったっていうことはあります。ですからですね、まあ、そういった客観的、まあ、原因を踏まえた上でですね、まあ、戻ってしまった原因をですね、じゃあそれでいいのかっていうと、全然それでいいと思ってないので、まあ、明日から4月ということでですね、まあ、気持ちも新たにですね、ここからずっと続けられるダイエット法をこれから自分で実践をしていきたいと思います。つまりですね、いつまでに何キロっていうと、まあ、それはそれですごく良かったと思うんですけども、このゴールを切った途端にやっぱり今言ったような習慣に戻っていく、そうではなくてですね、やっぱりこれから、まあ、年齢もありますし、無理しすぎず、でも一生続けていけるダイエットをこれから、自分で身につけてですね、体重を、ね、理想の状態に近づけていきたいなというふうに思っています。で、これはただ単に見た目だけじゃなく、やっぱり健康の部分でもですね、やっぱりこれから、まあ、そういった病気の部分もですね、やっぱり起こさないように健康な状態を続けていきたいという意味で、まあ、美容と健康の意味でダイエットを長く続けていく方法をこれから考えて実践していこうと思います。じゃあ具体的にどういう実践方法を考えているかというとですね、まず一つはやっぱり運動と食事です。で、運動はですね、具体的に言うと、まあ、まずですね、筋トレですね。これも一気にですね、まあ、何セット何回っていうとやっぱり無理しすぎてしまうので、本当にいつも私が言ってるように少しずつでいいと思ってます。ですから本当にゆっくり、例えばこれを10回を3セットとか、こういう動きを10回を3セットとか、本当に長く続けられる回数でやっていこうと思います。で、具体的にはまた次の動画でですね、これを30回上げますという形でご紹介をしていきたいと思います。今ちょっとざっくり、お話だけということにしたいと思います。それからですね、筋トレの他にですね、2つ目は踏み台昇降を考えています。で、うちにですね、まあ、台がもうあるんですね。今度次の動画でご紹介しますけども、これぐらいの高さがありますので、踏み台が。それをですね、音楽を聴きながら、こうね、外をベランダの外を見ながらですね、音楽を聴きながら20分やりたいと思います。はい、それからまあ少しストレッチですね。やっぱりちょっと体が硬いので、まあ、それに伴ってちょっと ストレッチもですね、5分ぐらいやろうと思っています。まあ、運動はそういう感じですね。そしてですね、次に習慣なんですけども、ここで考えているのは、まあ、題してハーフ&トゥワイスダイエットという名称を考えました。これはどういうことかというと、ハーフ、まあ、半分ですよね。つまりですね、今まで取っていた摂取量は半分、アンドトゥワイス、これは消費量は2倍にというふうに考えております。これ私が考えたんですけども、どういうことかというと、まあ、摂取量、例えば今まででしたら、私ご飯はですね、まあ、お茶碗に1杯なんですね。私決して大食いではないんです。普通に食べてて、さっき言った習慣で太ってしまったということなので、まあ、普段お茶碗1杯のご飯を食べているとしたらですね、それを半分にするということですね。はい、あるいはですね、何か飲み物をコップ1杯、何かね、そういった、まあ、ジュースはもうあまり飲まないようにしようと思いますけど、コップ1杯 200ml ぐらい飲んでいたら、まあ、それは 100ml の半分にしようとかですね、あるいはですね、お菓子を取らないとか油物は取らないっていうふうに一切やらないっていうのだと、今度やっぱり反動がきますので、そういったものも半分にしようと思います。例えばですね、
炭水化物もそれから甘いものも取っていこうと思うんですけども、これはお昼までにしようと思います。お昼一食だけにしようと思います。でその量もですね、例えばチャーハンを食べていたら、まあ、大体チャーハンもですね、一皿って大体200ミリグラムですか、200グラムですか、それぐらいだったらもう半分こう割ってですね、あとはもう誰かにあげるとか、最初から半分の量でいいですというふうにしようと思っています。はい。それからですね、例えばお菓子とか、まあ、アイスクリームもたまに取ろうと思うんですが、それももう半分にしようと思います。カップアイスだったらもう半分とか、あるいはお菓子だったらもう半分でもう畳んでしまって、もう取らないようにするっていう、全て消費は半分にしようと思います。そして今度はです、摂取ですね、失礼します、摂取は。で消費はですね、例えば今度は消費量は倍ですから、例えばですね、今までエレベーターで、まあうちが例えば4階でも、それは階段を使わずにエレベーターを使っていたとしたら、まあちょっと倍という計算式ではありませんけども、じゃあ階段で途中の階まで登ろうとかですね、あるいはですね、今まで駅まで、歩いていな、いずにですね、例えばタクシーに乗っていたのを、じゃあ今度駅まで歩こうとかですね、まあ、今までやっていなかったことを、まあこれはまあ目安ですけども、倍というかやるようにしようというふうに、消費量を2倍にしようと考えています。はい。それからですね、最後にですね、まあよく記録するレコーディングダイエットってありますよね。食べたものを書くとか、何キロ、いつ何時ぐらいに食べた、それもですね、やっぱり継続して、書いていこうと思います。そうするとですね、大体自分がその時何キロカロリー取ったかっていうのが分かりますので、大体目安としては、まあ1200キロカロリーぐらいにまでしようと思っています。でこれもですね、大体カロリーも大体でいいと思うんですね。よく216キロカロリーとか、そこまではよくて、大体200キロカロリーとか、大体100キロカロリー、これぐらいのざっくりした、もうとにかく無理をせずに長く続けられる方法として、もうアバウトもよしと、だけど、記録をする、あるいはちゃんと自分で認識をしているということが大事だと思っています。もう一度繰り返しまとめになりますけども、まず、夜型を朝型にします。はい。そしてですね、まあ、食べ物もですね、全く取らないということではなく、取るんですけども、昼、朝昼晩取るとしたら、まあ、昼食に取って、夜はほとんどもう軽めにして、で大体、まあ、レコーディングとして、まあ、記録をつけてですね、大体1日1200キロカロリーぐらいにする。はい。そしてですね、運動もですね、まあ、いきなりがっつり、まあ、ガーッとやると無理が出てしまいますので、筋トレを20分ぐらい、それから踏み台を20分ぐらい、そして、消費量は、倍にして、摂取量を半分にする。はい。とにかくですね、そういう形でですね、まあ、夜型から朝型に変えたり、運動不足だったものを、まあ、お家でできる運動に変えたり、あるいはそもそも食べることが好きっていうのを、まあ、半分の気持ちに抑えてですね、全く取らないのではなく、半分ぐらいに取って無理をしないで、そしてですね、一応目標が必要だと思いますので、まあ、大体4ヶ月から6ヶ月の間に、総計というかトータルで、まあ、20キロぐらい落としていきたいなと思います。で1ヶ月の、まあ、目安としては、まあ、普通は3キロぐらいが、理想と言われてるんですけども、まあ、大体、4キロから5キロぐらい私落としていきたいなっていうふうに思っています。まあ、こんな感じでですね、明日から、ダイエットを始めてまいりますね。動画もですね、ずっと同じ、カメラでですね、アングルでですね、まあ、やっているところを継続してずっと撮っていこうと思いますので、ぜひですね、ダイエットを考えていらっしゃる方、一緒に頑張っていきませんかということで、今日はですね、そのダイエット宣言という動画でございました。よろしければチャンネル登録、あるいは、高評価ボタンお願いいたします。グーボタンお願いします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。